手作り動画、車掌の帽子の作り方。今日は段ボールとテープだけで車掌さんの帽子を作りたいと思います。まずは型紙を作ります。この部分は実際に自分の頭に巻いて頭衣に合わせてくださいね。つばとトップも自分の頭の大きさに合わせて適当に作ります。今回作った大人の帽子の大きさはこんな感じで作っています。型紙ができたら段ボールを切ります。青や黄色のガムテープ、黄色のビニールテープ、いらない箱の厚紙を用意します。この部分をくるくると丸めて円形になるよう癖をつけていきます。丸みがついたらセロハンテープでつなげます。はい、つなげました。次はトップにこれをテープでつけていきます。はい、テープを何箇所か貼りくっつけました。次に細く切ったいらない厚紙を周りに貼っていきます。こんな感じで斜めになるように貼ります。周りに全部つけていきます。はい、貼りました。少し間が空いてても後でテープを貼っていくので構いません。この青いガムテープを貼っていきます。はい、きれいに貼れました。今度はつばを作っていきます。このように線を引き、細かく切り込みを入れていきます。切ったら折り返します。はい、折り返しました。青いガムテープを段ボールに貼ります。こんな感じで全体に貼っていきます。はい、貼りました。先ほどの帽子につばをつけます。青いガムテープを貼り、しっかりとつけていきます。
こんな感じで貼っています。はい、貼りました。この中側も一周ぐるりと貼ります。はい、できました。黄色いビニールテープで飾り付けをしました。マークの部分は丸く切った厚紙にテープを貼って黒い油性ペンで書いて作りました。